ばんは。こんばんは。今日そちら何時まで診療ってやられてますかね。一応夜中に待機してるつもりなんですけど。あ、そうなんですね。ですね、ちょっとまだ状況がわからないんですけれど、はいはい、受診するかどうかっていうのがちょっと今日がまだわからないんですけど、もし必要であればまたちょっとお電話して。いいですよ、それでも。で、一応どなたが治療希望ですか。子供なんです。おいくつ。18歳です。あ、まあ、やけ来れるんでしたらまたお電話して、こうやって長めに電話してみてください。はい、来る場合ですね。はい。あ、その悩んでるって何、お仕事。あ、いえ歯の痛みがですね。はい。うん、やけん歯が痛いならすぐお見えになってもいただいてもいいですよって感じやけど、ほら電話がかかってくるか かかってこないかちょっと下回らないですけど、ちょっと忙しかったんで、うち夜でも応急処置じゃなくてしっかりごっつり痛み止めるまでやるんですよ。で、こういうお電話されるとエネルギーを落としてるんですよ。僕労働時間が長いんで。今夜何時かな、夜11時やろ。で、あと時間あるから来るか来ないかちょっと なんでおたくさん、お母さんがほらお電話してるのかなって言ってた。想像力が僕豊かなんで、息子さんがちょっと歯が痛いけん、ちょっとお母さんちょっと夜空いてるとこ探してって、今この電話確認されたのかなって思っちゃうんですけど、はい、だけど来るか来ないかわからない人をずっと待つって、ほら僕の立場で考えてくださいって感じでちょっときついんですよ。夜痛い人の治療するとめっちゃ僕テンション、この電話でもよう喋るでしょ。そうそう、やけテンション上がっちゃうんで、まあよければ来るならば来る、来ないならば来ないって言っていただきたいんですけど、ただ別に何で言いますけ、またお電話されてもらっていいんですけど、なぜこのお電話で痛いのに来るか来ないか分からないっていう表現してるのかなって、ただ知りたいだけ。ちょっとですね、今から家にある痛み止めをちょっと飲ませてみて。ああ、それでね、今どちらからお電話されてます。あ、遠いね。やけんもし来るようでしたらまたお電話ください。はい、はい、じゃあ、はい、一応名字だけ聞かせて。あ、はい、はい、じゃあまたお電話、長めに電話してくださいね。はい、はい、失礼します。電話されなくて、もうこれ来なかったら電話されなくてもいいですけど、気軽にもし来るようだったら痛み止まらなかったらお電話ください。あ、はい、はい、失礼いたします。はい、どうぞ。はい、はい、はい。